Quelle robe merveilleuse. Merci. Vous seul? Grand Dieu. とりわけ姉はこの世のものとは思えないほど美しく、その上頭も良かったので、国を司る大事な部署で働いておりました。しかし本当の姉の正体は誰も知らなかったのです。お父さんが一番上手よね。お父さん、ん、これお願い、はいはい、これ急ぐの、うん、急ぐ急ぐ。陽子、スカートそんなに短くして。みんなこうなの。お姉ちゃんはセンスがいいのに、お尻が見えちゃうわよ。そういえば最近この辺りで痴漢が出るらしいぞ、気をつけて。みんなと同じがいいの。何でもそうなんだから。いいじゃん別に。放火も立て続けに起きてるらしいしな。そうよね、うん。ヨーコ、食べながらメールしないの。早くしないとさっきからクスノキ君待ってるのよ。はい、行ってまいります。あ、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。おはようございます。ごめんなさいね、待たせちゃって。いえ、今陽子うんこしてるから、もうちょっと待っててね。ごめん、すっきりしなくて。楠木くん、何、美しい人間の皮をかぶった恐ろしい悪魔、それが姉の正体。姉は悪魔だ。やられちゃったの？マジ病んでる。なんで？イメージ違ったって。付き合って3日じゃん。そうだね。ひどくない？なんでだよ。いいよ別に、人の心が変わるのは当たり前のことだし、人生にはもっと大変なことがあるの。もっと大変なこと？ねえちょっと聞いて、超マジでムカつく。今日もだよ、時間、うん、電車なんか死んでもならない。親父サラリーマン、学生、ないんだよね私。え、痴漢にあったこと一回も？一回も。リアルに？リアルに。小学校の時にお姉ちゃんが絶対に痴漢に合わない方法を教えてくれたの。何か様が？どんな方法？この感じや。
じゃあ山下。はい。笠井君。はい。よろしくね。はい。はい、中田さんが。中田君、その爪のことなんだけど、爪の色がちょっとはげたぐらいで支障はないでしょう。勤務時間に爪の手入れはいかがなものか。僕たちも国民の大切な血税で仕事をさせてもらってる以上、身を粉にして働く責任があるっていうからね。分かってもらえたかな。おっしゃりたいことはそれだけでしょうか。え、ああ、分かってくれたらそれでいいんだよ。全然分かりません。え、お言葉ですが課長、昨日課長はタバコを吸いに喫煙ルームに1日8回もいらっしゃいました。1回につき約5分、つまり勤務時間のうち約40分もタバコを吸うために費やしてるんです。え、あ、それは課長の喫煙40分に比べ、私のネイルケアは15分。美しい爪先は心が和みます。見ていると良いアイデアが湧いてきます。しかし、それに比べタバコがどんなに体に悪いかご存知ですか。そう、まあ分かっていただけたら結構です。席にお戻りください。はい。山下、うん、言い負かすことに命をかけていました。そのうんちくはどんな大先生にも引きを取らないものでした。課長を追い込んでても私には通じませんからね。しないキャリアなんて聞いたことがないわ。あなたの分まで夜中の3時まで仕事したんですからね。爪なんていじってないで仕事してほしいもんだわね。あの先輩、飽きすぎじゃないですか。私はこのくらい空いてるのが好きなの。そうですか。それじゃあお好きに。何を好きにって。やられたらやり返す、やられなくてもやり返す、それが姉のモットーでした。はい、切れました。いただきます。世の中には不条理なことがあるのだと。つまり幸運な星の下に生まれるものと不幸のどん底に生まれるものがいるのだと妹は思っていました。それでも妹はいつか悪者には天罰が下ると信じていました。おいしい。だがなぜか姉はこう呼ばれるようになったのです。この番組はニベア、スバル、サントリーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。やばいやばい、今日陽子んちに。お姉様にお礼を言いたいんだ。お礼？今日
とね、マキコ様が教えてくれた痴漢撃退法やってみたんだって。そしたらマジで痴漢に謝んなかったし、あれやったの高校入って初めてだよ。安心して電車に乗ったの。私もやってみようかな。じゃあ多いよ俺。マジで。じゃあ私明日からやるわ。か普通。でもさすがマキコ様、私憧れです。激バツ超美人な頭いいお姉さんね。羨ましいんだけど。だよね。みんなお姉ちゃんのこと知らないからだよ。私は生まれてから一度もお姉ちゃんがいてよく出てたなんて思ったことないし、どんだけあの悪魔のせいでひどい目にあったことか。苦労は拾ってでもしろって言うでしょ。シャンゴ、うちのお姉ちゃんの恐ろしさはあんただって知ってるでしょ。人は地獄を見て大人になっていくんだよ。じゃあ地獄に落ちれば。頭よくて綺麗でしたよ。本当に姉の恐ろしい正体を知っていたのはただ一人、哀れな妹だけだったのです。中田さん。あら、こんにちは。今日も暑いですね。知ってました？昨日も坂本さんちの隣で放火があったそうよ。また、すぐに気づいて消したから大したことなかったらしいけど。犯人は捕まってないんでしょ。怖いわね。そういえば昨日久々にマキコちゃん見たけど、また綺麗になって立派よね。ミスキャンパスに選ばれるほど綺麗なのに、お勉強もできて、その上お勤めも霞が関。もうそうよ、もう政務省ですもの。これから先が楽しみよね。おかえり。ただいま。おかえり太一。ただいま。陽子ちゃんもできるんでしょ。全然ダメよ。この間のテストもビリから数えた方が早いくらいで。お母さん。あら、うちも一緒よ。一緒じゃないよ。僕はビリから4番目で、陽子ちゃんが5番目。陽子ちゃんいい子じゃないの。性格はね。でも性格がいいだけじゃ世の中渡っていけないし、お姉ちゃんに比べたらまだまだ出来が悪くてね。私の悪口ばっかり。試験のことまで言わなくたっていいじゃない。膨れないの。お姉ちゃんが言ってたじゃない。人間ゼロ、人の不幸が楽しくて。うちの子供バカでバカでって言ってれば人間関係丸く収まるのよ。それで私のこと言う。だいたいお母さんは言いなりになりすぎなんだよ。お姉ちゃんの言う通りすれば間違いないでしょ。私なんかよりずっと頭がいいんだし、あなたももうちょっとお姉ちゃんを見習ってくれたらね。お母さんは分かってないの、私の苦労を。分かってるわよ。え、上が出来がいいと下は大変よね。全然分かってない。今夜外食だから。どうせお姉ちゃんが言い出したんでしょ。よく分かったわね。それ以外ないっしょ。お父さんの給料日狙ってたからんでしょ。今日はお寿司天ぷら。珍しくお肉だって。どうぞ。ありがとう。ね、あの方はどなた。アメリカから帰国して国際課に配属になる吉川さんです。国際課ってことは。そう、次官候補。エリートコースまっしぐらですよ。独身ですよ。だから。いえ。コタ君、お茶を入れてちょうだい。はい。東大卒でエリート独身。どうかしたかね。あ、いや、何か殺菌のようなものが。ああ、ここ古いからね、いろんなものがいるんだよ。そうなんですか。ん、いやいや、大丈夫大丈夫。よーこ、早くほら、よいしょ。いらっしゃいませ。美食家でもありました。決めた。2ページのここから3ページのここまで。いい？大丈夫よ、ゴロ。食べられるって。いや、そういうことじゃなくて。お父さんは胃袋じゃなくて違う袋の方を心配してるのよ。違う袋って。いろいろね。いろいろって。さすが。だからこれよ。お決まりですか。すいません。こっからここまで2ページから3ページお願いします。Thank you.
かしこまりました。お待たせいたしました。わあ、美味しそう。ねえ、お父さん。うんうん、じゃあ、春子さんは真ん中から2番目のところをどうぞ。赤いのも。どこどこじゃ。はい、どうぞ。ありがとう。あとは、いっちょ、端っこから取りなさい。お姉ちゃんだって真ん中から取ったじゃん。あんたはフォークを口につけたでしょ。いいじゃない、家族なんだから。家族とかそういう問題じゃないの、マナーっていうの、マナーって。うん、おいしい。異常な執着を持っているのでした。グルメというより意地汚いと言った方がいいのかもしれません。お待たせいたしました。ミートボールプロバンス風でございます。取り分けてもらえますか。はい。はるかさんどうぞ。ありがとう。ようこ。ありがとう。どうぞお召し上がりください。はい、あれ、あ、1、2、3。お姉ちゃん、これどうぞ。はい、お呼びでございますか。ゴロ。お姉ちゃん、ゴロ。これは何？ミートボール、プロバンス風でございます。はぁ、けよ、け。あ、ただいま作り直してまいります。はい、こう、お酒に頼んでちょうだい。この店で一番偉い人と話がしたいって言ってるの、聞こえない？ただいま。はるこさん、トイレ。どうも、お騒がせしております。毛が入っていたことはどうでもよかった。問題は自分のお皿に何個ミートボールが乗っていたかだ。自らの欲望にはとても素直な姉でした。あー、お腹いっぱい。私コースを2回も食べたの初めてだわ。ママ。はい。何？ディナー券1、10、100、1000、10000円も。はるこさん気をつけて。ダンサー、うん、これで4ページと5ページを制覇できるわね。4ページ？メニューだよ。あー、メニューね。さすがお姉ちゃんだわ。ヨーコ、あんな風に言える？無理。お父さんは？いや、私も言えない。儲かっちゃったからタクシーで帰りましょうか。お父さん、歩いて帰るわよ。そうだよな、マヒコ。私ダイエット中なの。あれ、そうなの？あんなに食べてどこがダイエットや。うん、疲れたな。今日ゆっくりなんだね。日曜日はお姉ちゃんがお昼まで起きてこないでしょ。お姉ちゃんがいるとずっとダッシュしてる感じっつうか、リラックスできないんだよね。あー、気持ちいい。私が飲んだって？おっと、よいしょ。うまこ。だからその呼び方やめてって。そうやってゴロゴロしてるとますます動物園から逃げてきたクマかと思ったけど、ぽっちゃりクマ子。おしと、姉ちゃんどうしたの？今日は早起きだな。ジョギング行ってきます。ジョギングなんて珍しいわね。行くわよクマ子。なんて私が。行くわよね。二重顎でメタボバラのクマになってもいいの？二重顎じゃない。よし。
本当に仲がいいのね。そうだね、うん、さあ、春子さん、終わりましたよ。はい、ありがとう、お父さん。さて、どっこいしょ。お父さん、はいはいはい、お茶飲みたいわね。そうだね。やめられない、このままじゃ。遅い。なんで急にジョギングなんか。あったのよ、運命の人。何？え、別に。姉は恋多き女でした。食べ物と男の人どちらかに絶えず恋をしていました。その度ごとにその恋を成就させるため、妹は姉の手足となって奴隷のように働かされました。姉が近所のおまわりさんに恋をしたとき、妹は雑踏の中に置き去りにされました。お嬢ちゃん、どうしたのかな。あ、またはぐれちゃった。そう、名前わかる？アベカイ。妹が中学の時、中学のテニスのコーチに恋をした姉は、妹が入部していた美術部を辞めさせ、テニス部に入部させました。運動音痴の妹がやっとコーチと仲良くなり、デートのお出かけをした頃、姉は相撲部のコーチに恋をしたよ。妹は相撲部に入部させられることになりました。整形外科の先生に恋をした時は、くま子、骨折して。姉が恋をするたび、妹は翻弄されていたのです。気づかれてない、大丈夫。あとがちゃん、こんなところで陽子にだけアイスクリームを奢ってるのが真紀子にバレたら彼女は済まないから。お姉ちゃんの食べ物の恨みは激しいから。私ってなんでお姉ちゃんの言うこと聞いちゃうんだろうな。陽子は真紀子のことが好きだもんな。ちっちゃい時からどこに行くのでも一緒についてきたよな。分かってないし。はあ、まあ、ちょっとホッとするな。お父さ ん、 ん、背伸びしないと一緒にいられないような人と結婚するからじゃない。結婚して何年目だっけ。25年。そろそろありのままでいいんじゃないの。毎日のパパなんて家じゃパンツ打つらしいよ。春子さんの前でパンツ考えられない。そんなに無理してて疲れない。疲れる。じゃあやめれば。無理がいいんじゃないか。は、無理が幸せなんだよ。わからん。まあお母さんと結婚できたことだけが自慢なんだろうけど。ああ、奇跡だよ。奇跡か。最近学校どうだ。普通。お父さん会社どう。普通。そっか。またブログ？まあね。いつも何書いてんの？誰にも分かってもらえない心の孤独よ。見て見て、今度の彼氏。うわー、てめえの方がよくね。あ、定期見の岡本くんだ。目の保養になるし。待っている。誰か中学の本貸してくれないかな。よかったら。サンキュー。すごくない、やんか。聞いたじゃん。仲良くなって。
当たりして完全になってすんじゃね。ありえないし、ひよこって妙に冷めてるよね。夢がないって言うか。現実的と言って、学年一のイケメンが私なんか相手にするわけないっしょ。確かに。ねえ、課長はいつものところじゃないですか。今日まだ1本目だよ、私は。課長、タバコ切れてるんじゃないですか。買ってきましょうか。え、買ってきます。ありがとう、よく気が利くね。銘柄はね、あれあれ、食券って十二か。よっしゃ。二個ください。2520円ですね。はい、おはようございます。あ、いくつですか。3個くらい。あ、はい。はい、3700円。はい、ありがとうございます。はい、いくつですか。一個じゃない。はい、1260円ですね。ありがとうございます。一個じゃない。はい、1260円。ありがとうございます。はい、はい、残り少ないですよ。いくつですか。一つください。はい、1260円。ありがとうございます。おいくつですか。一個目。はい、1260円です。ありがとうございます。おいくつですか。一つください。はい、1260円です。はい、ありがとうございます。あ、よかったですね。最後の1個ですよ。はい、1200円。何、お客さん。ちょっとあんた、横入りしたでしょ。その花子全弁当の所有権は私にあんのよ。は、何言ってんだ、うるせえババア。はい、こちらで当番。大変です。霞ヶ関高専屋の近くで男が暴れています。年齢30歳前後、痩せ型で紺色のスーツ、かなりイケてない髪型、どっちゃん坊や風、それにガニ股歩き。え、ガニ股歩きだって言ってるでしょ。それから鼻の横に大きなほくろ。だからほくろ、ほくろです。え、私は美し大高校1年 A 組、中田陽子です。いや、ありえない。ごめんごめん。風邪？もう来ない、ごめん。大変失礼しました。頼むよ、いい加減にしてくださいよ。僕がね、はい、ホームステイしてたニュージーランドね、はい、まあ、みんな知ってると思うけども、ラグビーが非常に、そこにしようか。あ、はい。中田君、タバコは？いや、なんでもない。笠井君、やっぱりあっちに行こうか。はい。課長、タバコなら自分が買ってきましょうか。笠井、何言ってんだよ。ここにしようか。あ、そう。いただきます。いただきます。はい、もしもし。はい、今ですか。はい、わかりました。失礼します。また呼ばれちゃった。悪いんだけど、これ食べてくれる？あ、わかった。よかったらお時間のあるときどうぞ。どうも。3、2、1。あの、ビンゴ。
食べてなかったみたいだよね。私は今大学中なんです。失礼します。あの君は。私の名前は中田真希子。2007年入社は24歳、独身です。美人ですよね彼女。吉川さんひょっとしてモテモテですね。いや僕は美人はどう思う。ここまではニベア、スバル、サントリーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。冗談じゃないんだって。前にもお姉ちゃんレストランで自分の肉団子が私より1個少ないだけで15分超えてた。ないない真希子様がそんなこと。マジウケる。本当だってば。先週は乗ったバスの運転手が愛想が悪かったのに頭きて、運転手はサービス業じゃないのかってお客様サービスセンターまで電話して、そしたらうちまで苦情係の人がお菓子持って謝りに来たし、中田陽子さんはこちらですかって。中田陽子やばい時私の名前を語るの。おかげで私は近所でクレーマーの中田陽子って呼ばれてるし。ほんと陽子才能ある。そこまで作れるし。だから、はいはい、じゃあまた明日ね。バイバイ。バイバイ。そういえば最近この辺りで痴漢が出るらしいぞ。気をつけて。ないの？あなた慌てん坊だから。違うよ。ただ後ろを歩いていた人じゃないの？だって私が止まったら向こうも止まったし。振り返って確かめたの？超やばい、見れないっしょ。はるかさん、陽子、ちょっとおいで。ん？あの道は夜になると暗いからな。何これ？スタンガン。体に50万ボルトの電流が流れるそうだ。痴漢が出るって聞いて心配だから買ってきたな。これ明日から持ってきなさい。こんなのとっさの時に使えないよ。どれどれ。さすが50万ボルト。ゴロ。ん？50万ボルトの電流が流れたらどうなるの？気絶するよ。なんて私が後つけられてる話はしかっとしてたくせに。ねえお父さん。ん？私も持ち歩こうかしら。うん。春子さんがもっとすごいの買ってくるよ。熊子。はい。130万。はいはい。はい。明日、これ買ってきて。え？マーク。はいはいはい。花子膳弁当限定30個発売？ 12 時と18時から。12時からって。私学校。夕方6時なら大丈夫でしょ？やったよ、わざわざ遠回りして弁当買いに行くなんて。熊子、あんた忘れたのね。何を？2001年4月10日、学校に行く途中、犬のうんちを踏んだ熊子が臭いって言われるのを私が隣のジャンボのせいにしてやったのに。2001年8月3日、田舎のおばあちゃん家に行った時、蛇がトグロを巻いていたのを見て泣き出したので、私がどけてやったのに。2002年2月21日、お風呂の中で清のずんどこ節を歌ってて、サビの部分ができなくてイライラしていたのを私が歌ってやったのに。2002年12月25日、サンタさんが、あの時さ、ヨーコからさ、もういいもういい、イキャリでしょイキャ。明日の夕飯食べないで待ってるから、よろしくね。誰かいる。
何してんの？あ、いや、あの、これはその、なんか、こんなこんなの？お前変わってんな。後で教科書返しに行くから。お前変わってるな。うっそ、マジ岡本いけんじゃない？何が？彼氏によ。いや、ありえないし。岡本くん、陽子のドストライクじゃん。え？ん？マジだ。なんで言ってんの？ほんとだ。うるさい。違うから、私は興味ないし。へぇー。何？へぇー。何？僕は別の歌だ。はい、ありがとうございます。助かりました。だけど君しっかりしてるのに、よほど悪い奴に目をつけられたんだね。これが私の生まれついた運命なんです。やっぱ、もう行かないと。失礼します。運命か。マキコ、晩ご飯何がいい？いらない。熊子が花御膳弁当買ってくるから。あらそう。花御膳弁当は買ったわよ。買ったけど鹿がいるの。鹿？もしもし、お姉ちゃん、もしもし、
もう大丈夫？お姉ちゃん傷ついてないか？お姉ちゃんやっぱりお姉ちゃんだったんだね、私のこと。えちゃん無事だったよかった。何弁当の心配してたの？当たり前じゃん。そういうやつだよね、期待して私がバカだったってことだよね。どうする熊子？どうしよう。は？あ、横入り男。何言ってんだ、うるせえババア。この町を騒がせていた痴漢ではなく、なんと連続放火魔だったのです。感謝状、中田真希子殿。あなたは平成20年6月3日、青葉区宇佐市内7丁目付近で発生した連続放火事件の捜査に大きく。連続放火魔が何だと調査したんですか？あなたはお弁当の前で暴れている男がいると通報したでしょう。通報？それで犯人はあなたが放火について何か知ってるんじゃないかと思ったようです。私通報なんかしてません。お姉ちゃん、ありがとうございました。だから全部お姉ちゃんが撒いた種だったんだよ。お姉ちゃんさえ変な通報しなかったら私は怖い目にも合わなかったし。でも放火魔も捕まらなかったってことでしょ。やっぱり真希子様、やることがダイナミックすぎる。ええええええ、超大変。慌てないの、世の中に大変なことなんてそんなに起こるわけないんだから。楠木くん、大学だって。えリアルに？リアルに。どうして？地理業の女子妊娠させたんだって。よし、他に3人も付き合っててヘッチしたらすぐポイするので有名だったんだって。チャラ男だったんじゃん。よかったね、よく別れて正解だよ。なんかお前やりせだったんじゃね。うん、くすのき、私の運全部お姉ちゃんに吸い取られたかと思ってたけど、たまに私にもいいことがあるんだね。うん、ようこ呼んでる。行きなよ、行きなよ、ほら行きな。サンキュー石狩さん。石狩さん、お前名前まで変わってんだな。はい、くまこ。石狩くまこ。お姉ちゃん、それではただいまより点灯式を行います。まきこちゃんのおかげで街灯ばれたって、やっぱさすがよね。中田さん、やっぱりさすがだよね。それでは七代四丁目街灯点灯。中田さん家のお嬢さん、美しいだけじゃなく勇気もあるのね。そんな全然ね。全然正義の味方だね。正義の味方、バカバカしい。なんでこうなっちゃうの。その姉の悪魔のような正体を知っているのはその妹だけだったのです。それでも正義を信じる妹は、悪者には天罰がいつか必ず下ると、世の中はそんなに不条理なことばかりではないと未だ信じていたのでした。55分後刑務所の前に集合。だけどお姉ちゃん、私だって決めると。
2分近く。この会話覚えてなさいよ。そんな。福間子、出番よ。え？私の運命の人。あの人。分かったよ、譲ってあげる。あんた知ってんの？え？ううん、知らない。あの人が今度の餌食。昔妹は世界を回しているのは自分の姉に違いないと思っていました。もうやめる。私お姉ちゃんの言うことも聞かない。私を誰だと思ってるの？中田真希子よ。あんたは同じなんだよ。なんで私がここまで言われないといけないの？お前ってストーカー？オッケー。中田陽子。はい。私はね、生まれてからゴミ拾いなんて一度もしたことがないよ。マスカット・オブ・アレキサンドリア。ちょっと待ちなさいよ。